極府師範大学校門極府師範大学は1955年に設立された三等賞の重点大学である。本校は孔子の故郷である極府市にある。また海辺の都市西小市に新キャンパスがある。極府師範大学は新種の精神を堅持し文明的特色のある鮮明で有料な学風を形成し14万名余りの 優秀な人材を社会に排出してきた。現在、61の本科課程、77の修士課程、6つの博士課程、1つの博士後科研流動駅がある。学科は、文、理、工法等の10大学科部門がある。まず、学科部門の完備、市販学科及び、非市販学科の協調、発展、合理的な構造、鮮明な特色。 優勢明瞭な学科専攻の配置、段階的で完全な人材育成システムを形成してきた。一つの独立した学院、29の院、28の研究所、14の省の重点学科があり、そのうちの6つは省の省の重点強化建設項目に指定されている。ノーベル物理学賞受賞者である著名物理学者、 はじめ中先生を名誉校長として招聘し、同時に、博士2名、教授2名を招聘した。現在、教職員2262名、専人教師1393名が在籍し、そのうち、教授219名、副教授267名、国家及び、三等賞で優秀な中青年専門家7名、 三等賞学科技術優秀人材11名、三等賞大学生年学術優秀育成対象者40名、政府特別手当受給者24名である。その他、博士、修士研究生2037名、一般学部生24,983名、青年教育在学生15,207名である。キャンパスの敷地面積は、 約176ヘクタール、校舎建築面積は100万平方メートル余りである。極府士藩大学は、外国人留学生の受け入れをしている全国の200の大学のうちの一つである。現在、海外の26の大学と友好関係を結んでいる。日本では、山東市匠と姉妹都市である、山口県の山口県立大学などと提携を結んでいる。 局府市販大学教団学院は2005年には中国教育部の批准を受け設立された全日制普通本科の独立学院である。現在、韓国こと文学、対外中国語、英語、日本語、韓国語、美術学、芸術設計、数学及び応用数学、コンピュータ科学技術、生物工程、電子情報工程。 通信工程、通信計算科学、環境科学、応用科学、科学工程、工芸等16の本科課程、中国語、数学教育、コンピュータ応用技術、通信技術、応用英語、応用韓国語、応用日本語、電子ビジネス、コンピュータ音楽制作、アニメーション設計制作等10の選科課程がある。2009年には、 日本アジア文化センターとの共同で、日本への留学生の送り出し機関として、アンズダンアジア日本語教育センターが設立された。低友年生命、講志校スウェーデン式在校林業、極府中国国際旅行者、2018年3月12日閲覧、ありがとうございます。